皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。銀座ゴルフクリニックの久しぶりの小舘俊明でございます。カメラマンが小池博士やってもらってまして、はい、どうもありがとうございます。ですね、はい、今日は年を取ってもなぜ僕が飛距離が伸び続けているかの秘訣に、秘訣をお送りしたいと思います。よろしく楽しみにしてます。お願いします。はい、ですね、簡単に言うとですね、飛距離が落ち続けてない理由は四六時中小池博士といるからです。これは間違いありません。で、実は去年、まあ、ドラコンやるにあたって約半年から7ヶ月間小池博士の言うことを毎日練習しました。ということで毎日練習しないとなかなか身につかないっていうのが飛距離アップなんですけど、これはあくまでマックスの飛距離を出すためにやっていたので、まあ、そこまでやる必要はないかなと思いますが、僕は大学生ぐらいからですね、プロの試合出てる時も、まあ、打てば一番飛ぶと思ってました。で、実際打てば一番飛んでたんですけれども、その頃より20歳の頃より56歳の時の方が飛んでるというのは、ゴルフってやっぱり技術だなと思いました。で、今までジャンボ大先生にも下半身で打てよって言われてたんですけど、一生懸命頑張ってたんですけどできませんでした。そこで小池博士に教わったのが5つの体重移動と、まあ、その他いろいろ僕に特化したことを言ってくれるんで、そこがちょっと皆さんとよりもちょっと有利な点でした。で、やはり飛ばすにあたって大事なことって、この5つの体重移動はこれはもう間違いないっていうのがよく分かりました。まあ、もう一回再確認すると、1で、まあ、ちょっと左に寄る、1、2、3ですね。で、4は右足、蹴る。で、5なんですけど、これ1、2、3、4、5ってなかなか数えてるのが難しい。これが身につくまでにも相当な時間がかかりました。で、今日はですね、簡単に僕は、小池は僕にどうしたらいいかっていうのを、いろいろ教えてくれました。で、今の5つの体重移動をしっかりできれば、だ簡単に言うとですね、これすごく大事なの、僕1が大事だと思うんですよ。1ってちょっとこう左に乗ると、振り子の原理で、博士これなんつうんだっけ、このフォワードプレス、あ、うん、シャフトローディング、シャフトローディング、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 これめちゃめちゃ大事です。なので、ここから打ってあげるよりも打ってあげる、ここ体をちょっと揺さぶってあげる、で右に体重がしっかり乗るっていうことがまず1ですね。これやっぱり王さんの一本足打法じゃないけど、飛ばすにはこっから体を少し揺すパチパチンって打っていくことがヘッドスピードアップに最も有効です。で、ヘッドスピードアップに有効なのはこの最初の1、2が有効ですね。はい。で、僕がですね、やはり先輩方が一番難しいだろうなと思ったのが、よく言う小池が体重移動ホリゾンタルですね、体重移動トルクバーティカルなんですけど、はい、バーティカルが皆さんここから始まっちゃう、あ、これが一番、はい、おそらく難しいと思います、はい、で、前々回ぐらい、にレイの方からレッスンがあったと思うんですけど、これしかやらないよっていう、これしかやらないよっていうのは結構実はもう博士から昔から言われてて、これを僕なりに検証したのが、バーティカルを使うには一回必ずしゃがまなきゃいけないですよね。で、僕はですね、何回もいろんなこと試しました。ブレーキングフォースを使う、ここでしっかりブレーキする。でもこれは結構僕だからできるんであって、ひょっとすると先輩方には足に負担がかかりすぎて股関節痛めたりもするかもしれないので、今日はバーティカルをしっかりうまく使えるスイングで、それで飛ばす、それがヘッドスピードにつながるっていうのをお伝えしたいと思うんですけど、この1、2に入った時はやっぱり博士が言うように引っ張り合って少し体は伸びます。アドレスよりちょっと頭が高くなる感じで、ここから
沈むんですけど、この沈む時にどうやって沈んだらいいの、ダフるんじゃないのっていう感覚がものすごいあると思うんですね、はい、で沈む時に意識するのが、これ合う合わないあるかもしれないんですけど、上げました、で次3ですね、体重3する時に1回ガニ股にするんですよ。ガニ股にする、はい、そうすると自然に体がこう少しこう沈み込む、はい、まあ、要は伸びてる足がガニ股にすることによって沈み込みますね、はい、でその次に何をするかというと、沈み込んだら即座に、沈み込んだガニ股イコール膝と膝の距離が空きますね、この膝の距離を次に一気に縮めるんですよ。縮める、はい、そのことによって知らないうちに、もしカタリストとかで測ればバーティカルが強く上がってる可能性がある、はいはい、なので昔の本当に前も言ったようにシャビンナーさんじゃないですけど、この動作があるともうここで伸び上がるタイミングが明らかに速くならないですよ。例えば有田君とかだと悪い時はこう伸びちゃうじゃないですか、はい、でもガニ股になることによって一回お尻が自然に後ろに行きますね。そうですね。ってことは前傾角が崩れにくい、はい、で前傾角ここまで保てたら多少ここからこれ伸びちゃっても球は当たります、はい、でバーティカルもこれはこういう感覚でいくとすごく優しいと思いますし、トルク回転ですよね、回転すると今度よく上半身の回転を思っちゃうんですけど、はい、博士が言う回転というのは足の裏のトルクの具合を測っているので、この力ですよね、はいはいはい、この力です、はい、この力、この感覚もすごく難しいと思うんです。でも何回も遡って見てもらうとそういうことを全部整理して自分に合ったスイングができると思いますけど、やはり何個もできない、今日僕が紹介したいのは素振りすると、この瞬間を作ること、その動作はもう飛びそう、この動作を作ること、はい、でこの時に博士がよく言う母子球をすごくイメージしてもらいたいですね、うん、でこれはアドレスの時から緩んでちゃダメです。母子球にしっかり立つってことはちょっと最初はこうじゃない、膝が内までいかない、はい、でもここでしっかり支える、支えることによってここでホリゾンタル体重移動がものすごく右にかかれる、でこっからガニ股にする、ガニ股にした時も最初に母子球に入れてるんでこんなことにはなりませんなりません。でこのガニ股にしたら今度どうするかっつったら、今度の体重移動4回目ですけど、この右足の母子球でこの左足の左の膝に近づけていく、あこれは前に出るんじゃなくてガニ股にすると前に出るというよりは左足に寄っていくってことは、足は野球選手のホームランバッターのようにちょっとこういう動きか、もしくは、博士がよく言うバンキングですよね、ここからバンクを作ってあげる、はい、バンクを作ってあげてなおかつ回転してくれたらベストですけど、そこまで言うとちょっとなかなか難しい。で下半身これもうこれ 95% です。ガニ股にして揺すってあげてガニ股にして、すごいなヘッドスピードが、だヘッドスピードね、今もうヘッドスピードしかやってないんで、うん、球ちょっとまっすぐ打とうとはしてないんですけど、うん、クラブがインサイドから来ればほとんど曲がることはありません、はい、でゴルフはもうクラブはアウトサイドから来てたら、まあ、特殊な状況以外はアウト、はい、で最初は足だけやってください。でそれも軽くやってください。10時2時ぐらいで上げて、ああ分かりやすい、10時2時ぐらい、はい、で10時2時でやってると一つ困ったことが起こります。それは何かっていうと肘がチキンウィングになる。
こういうふうになってきて、はい、なんか足使えてるけどこっから先どうすればいいのっていう話になってきたら、はい、これをまたちょっと昔に遡ってもらって、ガニ股でクラブを下ろしてくるときにガニ股になった、ここのガニ股にした瞬間に次足は縮めますけど引っ張るのは広背筋です。広背筋ね。左の肩の動きが悪いとチキンウィングになります。例えば左の肩が止まるとガニ股でこう来ても左の肩が止まるとこういう練習になっちゃうんで、はいはいはい、で今度はこっちは十字です。十字、はい、十字からフルスイングまで行くのに左の肩をしっかり広背筋で回してあげると、はい、今度上半身がガニ股からのバーティカルに上半身がくっついてくる。でこれをミックスしてあげると、はい、昔はねガニ股本当にレッドベターさんなんかも言ってたし、アーニーエルスとかこう肩を、うわいい球で、これ肩を回そうとかしてません。要するにここで上半身を引っ張れれば左の肩の動きがスムーズになるんで振り切れる、はい、でも博士が言うようにここが使えない人、ただ回ろうとするとどんどん左手で縮こまります、はい、ここで引っ張ってくれるんで左の肩が動く。なので最後まとめますと、はい、まあ、揺する感じです。揺する感じで上げて、うん、ガニ股にしてこっから膝と膝を今度は近づける。そして広背筋を使って上半身は左の肩をしっかり後方に引いてあげる。それだけで距離は伸びます、はい、なぜかというと本当に飛距離の20歳よりどんないい選手でも20歳で飛んでたタイガー・ウッズでも飛距離落ちていくじゃないですか。そう、確かにね。伸びていくのって多分世界中で僕ぐらいだと思う。僕一人ですね。僕一人なんです、はい、これなぜか小池博士が年中俺に言ってくれるから。なので大変少ない機会ですけど銀ゴールに来ればそういううちのインストラクターからレッスンを受けれますけど、はい、でも実際これからずっと YouTube 見続けてくれれば間違いなくゴルフは力じゃなくて下半身と上半身の筋肉のうまい融合だっていうことが分かってもらえるので、ぜひこれからも銀ゴルをよろしくお願いします。ボールスピードさ、うん、あれだっけ、最高いくついったんだっけ今年。最高はですね、まあ、秒速で言えば90で、90? マイルで言えば、まあ、198マイル9マイル。ひょっとすると練習によっては202、3はいくと思うんですけど、それをバンタビでしたね。それがやっぱり55歳で出せたのは確実に理屈です。だよね、まあ、理屈です。距離は技術ですね。技術です。だからもう技術が良くなってきたら当たる激突もめちゃくちゃ良くなるんで、確かにね、うん、これがなんかいいスイングになってもフェースが開いてたり、はい、まあ、閉じすぎたりしたら曲がってボールスピードが出ても飛ばないですから、うん、要はどんだけ飛ぶかって言ったら、もう去年平地で無風で367ヤード飛んだっていうのが一番飛んでましたね。飛んでたんで、それ考えると確実に20歳の時よりも飛んでます、はい、でも持てる重量とかは落ちてます。あ、もう3分の2以下に落ちてます、はい、っていうことは力じゃないっていうのがやっと分かった。やっと分かった。小池博士に付きっきりでの8ヶ月でやっと下半身の使い方が分かったんで、練習場にふーって来ても最初何も打たなくても足を意識すればいいんだなと思うだけで、今日変な話ですけどもう打ってますけど、打たなくても足だけでこうやって、すげえ球だな。これ全く上半身に力入れてないじゃん。だからこれは昔バリバリにやってた時よりもにバーンって振った時よりも確実に20ヤードぐらいは20代の頃より、しかも今もう真冬で今日例えば3度とかじゃないですか。確かに関係ないんですよ。何これ、要は寒いから上半身力むんだけど下半身で打ってれば寒くても確かに全然バックスイングがちょっとこう上がんねえなとか思って、例えば右手だけでも足が例えばパチッて打てるんですよ。
ヘッドスピードを出すのは足ってよく分かりました。これ手だとこうですからね。昔だったら俺リストヒッターだったんでこうやってやってましたよ。これじゃあ全然飛ばないですよ。こんだけ5つの体重移動をもう1回ちょっと15回ぐらい遡ってもらえると、はい、ナナちゃんの回とかでカタリストを使った、あ、そうね、ナナちゃんの時やったよね、うん、カタリストを使った、はい、あの博士の詳しい説明がありますんでそれを見ていただくとともに今日の僕のフラーっと上げてガニ股で一瞬で、しかもここ待てるじゃないですか、うん、ガニ股になった瞬間打ち急がずに、あ、いいね。あのよくさトップで一回止めるようにするといいっていうのはやっぱりそこなんだね、うん、そうですね、うん、今時ちょっとねガニ股にちょっとなる人って少ないかもしれないですけどちょっとでいいんですよ。上はだってこれぐらいです、うん、そうだね、もうこんなにする必要ないです。ちょっとまあ一つ欠点を言えば足が短いっつうだけで関係ないですよ、短くても飛ぶと短い方が飛ぶってこんな感じでよろしいですか。はい、いいと思います。すごいです。今日今年は新年は真面目にやりたいと思います。久々に小舘プロファンが待ちかねた小舘の回で、はい、今日はやっぱり飛ばしをやってくれたんで最高です、はい、じゃあ最後に一発打って終わりたいと思います、はい、最後だけふざけさせてください。はいですよ。あ、ゴルフ場でやったらダメですよ。普通ふざけちゃいないでしょ。全然ダメだった。普通に軽くでいいから、はい、わかりました。あのガニ股意識しながら、ガニ股意識しながらもうこれぐらいだっても300出るよっていう、ね、結構擦れてるけど、うん、それでもボールスピードは180いっちゃうんですね、まあ、ボールスピードは80ですよね。ほぼ80ですね、はい、すごいね。でこれでちょうど今307、はい、小舘が、まあ、コースぐらいの感じで、はい、しかしいい球打つね。これだと今のだと今のでもやっぱボールスピード180あるんだね。あんな軽い感じでこれいきましたね、はい、ちゃんといきましたね。いきます、いきます、いきます、まあ、今ので正直本当に2割足しか使ってない。すごい。こっからお腹とかサイドベンドとか入れていくともちろんバーンといきますけど、はい、でもこれだけで先輩昔の僕のフルスショットぐらい飛んでます。そうなんだよ、確かに20代の、はい、ということでゴルフは技術なので、はい、銀五郎を見続けてください。はい、ありがとうございます。はい、本年もよろしくお願いいたします、はい、よろしかったら高評価と、あ、じゃあチャンネル登録と高評価をスマッシュしてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。